化粧門柄は、モンガラカワハギカの化粧門柄族に属する、海水魚である。大西洋の珊瑚礁や岩礁などで見られる。鮮やかな体色を持ち、水族館で飼育されることも多い。本種は、モンガラカワハギカ化粧門柄族に属する。古くから知られた種であり、カール・フォンディンレによって1758年に記載されている。その他にもいくつかのシノニムが存在している。 なお、和名の化粧門柄は、魚類学者の松浦慶一が1983年出版のスリナムギアナオキの魚類において提唱したものである。本種は最大で全長60センチメートルに達するが、よく見られるのは、その半分ほどのサイズの個体である。体高は高く、強く側平たした体型を持つ。体色は青や紫、緑色から茶褐色まで、 個体差が激しいが、腹側半分は黄色味を帯びることが多く、ヒレや頭部には鮮やかな青色線が入る。周囲の環境に合わせて体色を変えることが知られており、ストレスを受けた時にも体色が変わることがある。第1背びれは三トゲからなり、第2背びれは29から32何情からなる。尻びれは27から29何情を持つ。おひれの両端と、 第二セビルの前方南条は長く伸びて、糸状になる。西大西洋においてはカナダから、ブラジル南部までで見られる。東、大西洋では、アセンション島や、カーボベルデ、アゾレス諸島、そして南は、アンゴラ沖までの海域に生息する。フロリダやバハマ、カリブ海ではごく普通に見られる種である。本種は、サンゴ礁や、岩礁の水深3から30メートルほどで、 よく見られるが、最も深くて275メートルの水深から発見されたことがある。砂底、または海藻の生えた海底で、腐害、または単独で泳ぐことが多く、稀に小さな群れを作ることもある。本種は様々な種類の無脊椎動物を捕食するが、特にウニをよく捕食する。カリブ海でもウニが本種の食性の七割以上を占めることが知られていたが、 1984年に起きた急激なウニコ体数の減少に際しては、代わりにカニやヒザラガイを捕食するように食性が変化したことが報告されている。飼育下で繁殖が観察されており、メスは一度に50万個以上の小型の鎮静卵を産むという。本種は時として釣りの対象となるほか、食用としても美味である。特にバハマやバミューダなどのいくつかの国では、 食料として重要であり、皮を剥いで煮込み料理などにして食される。こうした食用目的の漁業が本種の個体数減少につながる恐れがあり、2015年に IUCN は本種の保全状態を近畿休止と評価している。水族館などで飼育されることも多い。ありがとうございます。